秋雨前線っていつ？夏から秋になったのがいつかってなんとなくわかるじゃん。暑くなくなったら秋なんだけど、秋林っていつ？そんなことある？梅雨みたいな期間が秋前に存在した記憶がない、中断幻覚じゃないって思って天気の記録なんかを見ると、実はちゃんと秋雨前線も秋林もあるのがわかるんだよね。そこでどうしてこんなことになってるのか、秋林の次の季節は秋で、夏になると暑くなるからすぐにわかるけど、秋って今が秋って明確に体感できる季節じゃないよね。気象庁に秋林という季節を盛り上げる気があんまりないので、盛り上がりは当然市政にも降りてこない。こんばんは。トルネード一号マスタークラス、竜巻葵ことトルネード葵です。今日はお絵かき配信ということで、定期ゲームに参加するための写像を書いていきたいと思います。じゃあ早速、ちょっとねラフの方だけ少しやってあるんですけど、早速まあ線画の方からやっていきたいと思います。からやっていきたいと思います。なんか今気づいたけど、結構背景と同化しちゃってますね。隠しちゃおうかな。新章こんな感じです。どうですか？うちは秋服っていうことで、今の時期秋かどうか怪しいところがあるんですけれども、Google 先生で12月21日までは秋っていうことだったらしいので、これは秋衣装です。こんな感じです。今日は活動開始、私トルネード葵の活動開始1周年ということで記念配信をやっております。ラムネはほぼ火縄銃という感じで、ランダムな単語を2つ渡されてもその2つは本質的に同じであるみたいなことを頑張れば主張できる、火縄銃ラムネチャレンジやってみよう。皆さん、コンビニスイーツが神通力だということは知っていましたか？業界ではよく知られた話なんです。コンビニって神社なんですよ。お客様は神様ですなんて言われたりしますが、あれ本当なんですよ。といっても皆さんの解釈の方は大体間違っていて、コンビニの本当のお客様は神様であって人ではないというのが正しい意味になります。昔話というものがありますね。教訓っていう汎用的なものを物語っていう具体的なものとくっつけたことで、聞く人に伝わりやすくする工夫がされてるわけだね。ただ物語として具体性を持たせることで、文化とか習慣とかが結構違うような人たちにはあまり伝わらない、広がっていかないということが起きてきてしまう。そこで昔話から具体性を限りなく排除したらどうなるか、抽象化昔話、エージェント集合 XY 間の相互作用、時系列上の任意の地点において空間座標上にある領域を選択し適用します。親子関係のあるエージェント A と、それとは独立した関係性を持つエージェント B が存在しています。特定の状態にあるエージェント A と、それとは異なる状態にあるエージェント B が接触し、コミュニケーションの結果としてエージェント A、B はそれぞれオブジェクト A および B の取引を行いました。世の中にはガセ鍋というものがあります。代表的なものを挙げると、
水の水炊きとかです。鍋料理っぽい雰囲気を出していつつも、実際には鍋料理でも何でもない、それがガゼ鍋です。まず一つ目はさっきも例に挙げた水の水炊き。水の水炊きは水炊きの具材として水を入れているもの。残念ながら鍋料理として成立していません。お湯です。よって水の水炊きはガセ鍋ということになります。クレタ人のパラドックスってあるじゃん。クレタ人は常に嘘をつくみたいな。で、これをミルギ法で表すとこうなるよね。これはリング発信機って言って状態が定まらないんだけど、こうしてもう一つノットを加えると皆さんおなじみのフリップフロップが完成する。つまりクレタ人を2人縦につなげば順序回路は完成し、コンピューターへの道が開かれるというわけです。こんばんは。トルネード一門マスタークラスの辰巻葵ことトルネード葵です。今日はお絵かき配信ということで、グラップルファンタジーのキャラクターであるナルミヤさんのクリスマスバージョンの絵を描いていきたいと思います。じゃあ早速始めていきましょうか。ビールかけってあるじゃん。現代人は優勝することが増えてるから、その度にビールかけが行われるとすると、旧来の優勝におけるビールかけの意義が薄くなってしまうという問題がある。そもそもアルコールの比重は 0.8 なわけで、水の比重1を下回っている。これはいくらなんでも軽すぎるよね。ビールかけに代わるより重厚な代替案を考えてみよう。水かけ。水はアルコールに対し比重にして 1.25 倍と思いきや、ビールはアルコール濃度 100% じゃないんだよね。ということは残念ながらこれでは密度はあまり変わらない。水かけ論って言葉があるから、水かけという具はイメージが悪く、あまり優勝には適さない。ということで次に考えられるのがその2、卵かけ。